会場の皆さんに私たちカントリーガールズからご報告があります、詳しくは里田舞さんからですねメッセージをいただいていますので、私が代わりに読みたいと思います。カントリーガールズのスーパーバイザー里田舞です。皆さんコンサート楽しんでますか？それでは私の故郷でもありカントリー娘が生まれたこの場所である北海道で大発表させていただきますね。嗣永桃子を含めた6人でカントリーガールズは3月25日メジャーデビューすることが決定しました。色でいいわけ？一緒の色ですごく嬉しいです。カントリーガールズ加入おめでとう。はい、こんばんは。皆さんぜひ来てね、来てね。おはい、コウタ、おたきの番すごく好き。とんかくフラッキーオープンスタート来てね。じゃん、あー、おもちゃー、おもち、おさまさんの、私マジこいつ嫌いみたいな。お前ふざけんなよ。おい、乗せ方をして。本当に何なんですか？13年前にデビューした当時、一緒に映画撮ったんですけど、はいはい、当時は特に似合うこと言ってなかった。やめろ、こういう扱いを。日常会話でジェネレーションギャップがありすぎて楽しいな。練り消しみたいだね。はい。で、こっち今、食べ物だよね。はい、食べ物、今なんて言った？大事だよ、大事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 ね。大事なところだよ。練り消しはダメだよね。はい、謝ろう。いいなー、みやびちゃん持ってきたよ。若干増えました。自分にとってベリーズ工房とは第二の家族、原点、居心地のいい場所、当たり前の存在、夢の途中。チャンパスが始まるわ。ごめんね、お魚さん。いらんの時間だよね。風が強いですね。おはようね。今日面白いですね。いけよ、ガチャの大丈夫だって。マイちゃんのなんでそういうこと言う。頑張りまなが、頑張りまなが、甘いでできる。小学校2年生の時からポケモンが大好きなんですけど、愛してやまない存在でして、映画も好きなんですけど、幻影の覇者ゾロアークの映画があるじゃないですか、それを見てスイ君にも一目惚れしちゃって、すごい美しくて。やばか。ここで皆さんにご報告があります。私、嗣永桃子は来年の6月30日をもちましてカントリーガールズおよびハロープロジェクトを卒業します。